都国。都国は、岐阜和神殿に見える、和国内の国の一つである。岐阜和神殿によれば、末路国から陸を東南に五百里進んだ地に、所在するとされ、福岡県都島市、福岡市西区、旧伊都郡付近に否定している研究者が多い。岐阜和神殿には、次のように記されている。東南陸港五百里イタリート国。寒岩枠寺市福岩瀬モコ。 兵庫湖。有先余度、聖有利を解凍族上国。軍師往来常所中、三国志義士、牧三十、東遺伝、和人、略称、義士和人伝。原文のおよその意味は、松路国から東南へ陸を五百里行くと、都国に至る。そこの長官を南寺市、西、時期といい、副官は瀬も湖、雪も湖、雪母湖、兵庫湖、兵庫湖という。 千余殿の家がある。聖聖、聖に王があるも、皆女王国にすべて属する。大宝軍の使者が往来して、ここに常に留まる場所である。となる。魏志は人伝の中で王がいたと明記されている和の国は、都国と山大国と国国で、他の国々には、長官、副官等の役人名しか記されていない。一大律は、卑弥呼の王権によって任命された。 派遣官である。和国の官人である。その官名は、上閣の司法を守る将軍である。大律に由来するとする説もある。道教の古典とされる、牧師の迎え的誇ら。師使和神伝には、次のように書かれている。地上王国へ北徳を受け、一大律検察諸国諸国歌手国の常時、伊都国王国中女子史。原文のおよその意味は、 女王国の北側には、特別に、一大律、一大水、一大卒を置き諸国を観察させており、諸国は賢恐れている。一大律は常に、糸国で治めており、中国、韓、木の死、死、観察官のようだ。である。旧糸軍付近は、大化の改新以前は、糸伊糸のあがたが置かれ、日本書紀によるとそのその名は糸手で、 中愛天皇の畜死神聖の折に基準したとされる。畜死国風土期一分には五十後でが、高来の色山、ろの山に天より下った天日保護命の光栄であると天皇に述べたとある。糸島市三雲を中心とした糸島平野の地域に糸国があったとする説が有力である。弥生時代中期後半から終末期にかけて高僧墓、王墓が連続して営まれており、 それが、三雲南工事遺跡、平原遺跡である。茨槍溝遺跡は、遺物の点から、将軍墓の可能性が高いとも言われる。三雲南工事遺跡、国の史跡は、弥生時代中期の方形集公墓で、亀幹母に気を持つ、王墓と言われている。一号亀幹墓の副葬品は、銅剣一、銅穂二、銅下一、ガラス壁破片八個以上。 ガラスマガタマ3個、ガラスクダタマ60個以上、同郷31面以上、金銅製四用座金具八8個体分などである。この他にも、鉄属1、ガラス小玉1が出土している。鏡の多くは、清清白に始まる、重建分、または内向家門鏡であり、福岡市小福寺に伝えられている内向家門鏡に合う外縁部が出土している。 この鏡の直径は十六点四センチメートルである。一号亀冠墓の北西に近接十五センチメートよこして二号亀冠墓がある。亀冠内に内光家門橋、日光鏡一面が元の位置のまま発見された。直径六点五センメートル、二日の光天下大民、日の光に間、まあ、見えれば天の下、大いに明らかなりという名分の聖堂橋。 副装品は、同二22面、西雲文鏡1、内光家文明大鏡4、銃剣文明大鏡1、日光鏡16以上、ガラス小間ま12個、光玉間ま1個、ガラス製垂れ飾り品が出土している。銅鏡は6.5センチメートル前後のものが多い。1号母を王とすれば、2号母は王妃に当たるものと推定されている。 1.5メートル以上の森土の墳糾墓であることは、青柳種信が記すところである。平成の調査で、周行を持つことが判明して、方形周行墓ということが分かり、現在そのように復元されている。三雲遺跡の周辺に、岩原槍溝遺跡がある。地元の伝えによると、槍、道剣の類化、が土の中から出てきたことから、槍溝の生字名がついたらしい。 青谷義兼信の表した、流縁故気略校によると、天明年間、1781年から1788年に、この遺跡からは21面の鏡が出土している。拓本からは、すべてが、放角菊子人教、流雲文、草葉文、波文、水かずら様花文などの縁があるであることが分かっている。五感弱で六寸のものが多く、王毛の新時代から、 五感の時代にかけての鏡である。これらの鏡に加え、共栄型銅器山、鉄塔、鉄剣類が発見されているが、細型銅剣、銅穂子などが出ていない。1974年、昭和49年から1975年、昭和50年の調査では、この遺跡の所在を確かめることはできなかった。しかし、亀関墓であったことは、間違いないとされている。 平原遺跡、国の史跡は、三雲南高人遺跡の西側の曽根段球場に存在する弥生時代後期から終末期の5期の修行母群を合わせた名称である。その1号母の王母は女王母ではないかと言われている。平原遺跡1号母、平原弥生古墳の副葬品は、日本最大の直径46.5センチメートルの大型内向家門を、 内光家門八葉鏡四面、五面、聖銅鏡三十五面、宝角菊子人鏡三十二、内光家門四葉鏡二、四鏡一、ガラス間たま三個、丸玉五百個以上、目の奥多玉十二個、ガラス下多棚とガラス、小玉多数個、祖関東大東、鉄刀一、などで、それら副葬品を一括して国宝に指定されている。 三種の神器の八鷹神との関係が議論されている。糸島市内には、天村降臨以降の神話が伝わる部隊が、複数存在し、日向峠や、高祖山などの地名から、原田大六は、天村降臨の部隊は、南九州ではなく、北九州の糸島であると唱え、糸国こそ女王国であり、皇室発祥の地と唱えた。方賀敏夫も、地名や地理、ケー等から、 天孫降臨の舞台を糸群周辺と考え、神武天皇の統制理由は、うがや吹き不幸命が糸国王であったため、諸子の若見毛ぬの命やいつせの命が新天地を求めた結果としている。氷の命の生誕地と伝わる。かつてはメンヒルが存在した可能性がある。玉依姫が氷の命をおこもりしたいし、または氷の命が座った石しと伝わる。 豊玉姫が髪を削った時に使われたと伝わるドルメン。渡積宮から先に故郷へ帰った氷の命の跡を追って豊玉姫が上陸した霊地とされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。